にちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今回の料理は今が旬の青高菜漬けと豚肉のスープです。今回教えてくださるのは村上さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。そして器はこちらになります。今回は桜心釜さんの器を貸していただきました。桜心釜さん、4月11日から16日まで熊本市内にあります鶴屋百貨店5階で女性の窯元さん3人で展示販売会をされるそうです。ぜひお近くの方は足をお運びください。では村上さん、今日は、はい、今が旬の、高菜、そうです、はい、はい、お漬物なんですけど、これをちょっとスープにしたいと思います、はい、全部をですね、はい、3センチぐらいの千切りにします。まず、はい、まずこれを3センチぐらい切ります、はい、これは青高菜の新漬け、新漬けです、はい、もう今が旬です、はい、今が旬です。あとは全部あの千切りです。千切り、はい、もう全部千切りでいきます。豚肉も、はい、みんな千切りです、はい、はい、あと生姜ですね、はい、まあ、あの簡単なので早くできますので手早く、それは嬉しいことですよね、あのね、今忙しいのでできるだけ仕事から帰ってからするのでね、あのこんなのがいいかなと思って、結構生姜もたくさん、やっぱ生姜が効いた方が美味しいかなと思います、はい、はい、まずごま油です、はい、はい、ちょっとこれ もう香り付けみたいな感じですよね、ごま油で炒めるの、はい、豚肉を炒めます。もうたけのこに、はい、生姜でいいです、はい、はい、いいです、はい、はい、ありがとうございます。どうも、一応だしを取ってありますので今日は、はい、あの、はい、はい、昆布とわかめで、あの、かつおで取ってます、はい、一応、取って、はい、だしを取ることによって塩分控えめでいいですし、高菜もちょっと減塩で漬けてますので、そんなに、はい、あの塩気が、はい、あのきついわけではないので、はい、一応これで鮭は薄口を大さじ1、はい、そうするとお酒も大さじ1です、はい、しても高菜を入れます、はい、ここで豆乳です、はい、味を見て整えて、もし薄ければあの塩でも、はい、少し入れていただければいいと思います。美味しそう、本当簡単ですね。今が旬の青高菜漬けと豚肉のスープです、はい、出来上がりです。今日もメイン以外のお料理もいっぱい用意してもうね、どれがメインか分からない豪華なんですが、では早速いただきます。いただきます。あ、塩加減ちょうどいい、あの生姜が効いて、美味しい、これじゃ高菜を、美味しいね、それなりにね、美味しい、春の味って感じですね、そうね、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市西小園にある桜心釜は、工房前にある見事な桜の古木にちなんで名付けられた工房で、暮らしの中で愛され心地よく使ってもらえる陶器作りがテーマです。納屋を改築したギャラリーには、女性らしい優しく柔らかな絵付けの作品がずらりと並んでいます。